少しその一層一着でそのほっとして良いのかどうかというかちょっと手応え期待する判断。思ったよりでは良くなかったし、あっさり7番手になったし、っていうのを考えると反省が多いですね。そのこっちから見るともう番手まくりはあるわ、中段からまた水戸さんも出てるわの上を行ってるから力強くは見えてたけど、それよりは、まあ、そうですね、結構スピード上がってく、あんまり緩むとこなかったんですけど、やっぱ先行しなきゃいけない、一箇所だけ先行できるポイントはあったんですけど、見ちゃったですね、それが悔しいです。まあ、確かにその伊藤の怪我自体はそんなになくて練習はしっかりできているような言われてますね。まあそうですね、あんまり怪我の影響みたいなのはないです。あとはじゃあそのより内容を良くすることがこの先につながる。そうですね、今ちょっとまくり主体なような競争にやってるんで、もっとバンバン主導権取って、強さをアピールしていけるような競争したいですね。確かにちょっと今回は中四国勢が数も多くて、北日本としてその新田さんが先行で引っ張れればよりこう、そうですね、ちょっと北日本も今回少ないような気はするんですけど、まあ、結構勝ち上がってますし、しっかり明日明後日連携してみんなで頑張りたいです。またつなげて、はい。